こんにちは、真田孔明です。今日はですね、修羅の美学、電信柱にも頭を下げるについてお話ししたいと思います。僕の師匠である大富豪ファーザー曰くですね、電信柱にも頭を下げる。マスターヒロさん曰くですね、電信柱にも頭を下げる。僕のお師匠様お二人ともですね、修羅の中の修羅、いわば大富豪にもかかわらず、電信柱にも頭を下げるというふうに僕に教えてくださるわけですね。お客様、さらには社会的には滅者と言われている方々どころか、電信柱にさえですね、頭を下げるわけなんですね。修羅として生き残り続けるために重要なことをおっしゃるわけなんですね。ではなんで頭を下げることが大事なんでしょうか。以前ですね、とあるネットインフォ系のカリスマ講師さんが、僕はお客さんに頭を下げるのではなく、その背後にあるお金に頭を下げていますというふうにおっしゃってました。つまりこのカリスマ講師さんの場合、一見深々と頭を下げているんですが、下げた頭の口からはペロッと舌が出てしまっているわけですね。けれどもこういう方が修羅として生き残り続けられるとは思いませんし、実際僕も15年以上インターネットの世界見てきましたけど、そういう方は5年10年単位で見れば飛んでイスタンブールになってしまうわけですね。いくら頭をペコリって下げても、その行為と心が一致していないと、それが何よりも自分自身への背信行為につながるわけなんですね。偉い人、上司、先輩、お金持ち、神様、仏様、ご先祖様に対して頭を下げるときには敬、尊敬の敬ですねの気持ちがあって、行為と心が一致している方々っていうのは多いと思います。けれどもそれはですね、頭を下げるの一つの意義でしかないわけなんですね。頭を下げるにはもう一つの意義があります。それは自らを経営することです。と言ってもどやれって言ってるわけではなくて、ここは勘違いしないでもらいたいんですけども、むしろ真逆です。高い次元での自分自身への尊厳、これに気づいているからこそ、自分ごときピーナッツに関わってくださる自分以外の第三者、さらには万物、自然や生きとし生けるものに対してもですね、おのずと頭が下がってくるんだと思うわけなんですね。それを一言で電信柱にも頭を下げると僕の師匠様たちは文学的に表現されているわけなんですね。